はい、えー、こんにちは、エレールの笹川です、えーと。コンピューターのお話です。エリクサーで作っている、えー、リスプ、それも、ね、古いリスプ1.5という、えー、もう50年以上前に作られたあの処理系を再現するというふうなこと、えー、についてのお話です。 あの気が向いたらちょこちょこやろう、気分転換やろうと思ったんですけども、やりだしたらこれは結構楽しいというか、ハマりだすとやっぱりちゃんとやらなきゃ、ね、みたいな気持ちになってしまうもんですんで、えー、なんか、突貫工事でやっておりました。えー、と今、画面に映ってますのが、これね、M 式というものですね、えーまあ、リスプの馴染みのある方からすると、 これはリスプじゃないでしょうというふうに多分思うと思うんです。っていうのは今のリスプの主流は S 式、S エクスプレッションだからですね、格好だらけのやつです。とこあのマカシー博士が最初リスプを考案したときには、この M 式、メタランメタエクスプレッションか。えー、で、マカシー博士はあの当初構想してたんですね。 まあその後、いろいろ事情があって S 式が主流になりましたけれども、リスプ1.5の頃はマニュアルにこの M 式であれやこれやと書かれていたんです。で、えっと、動かしているものですけれども、えっとね、あの、あ、GitHub に置いてありますんで、あの、見ていただければ、まあ、あの、 ここです。私の,あの笹川888のところに ELXLISP っていうプロジェクト名で載、えー、っけてあります。えー、っとね、まあ、そこそこは動くんですけども、まだ、あの、何ですか、えー、エラーチェックだとか、それから、あの、えー、っと、テスト。 ちゃんとやっとすと、結構の量のテストを書かなきゃいけなくて、あんまり私そういうのコツコツやの苦手なもんですから、えー、まあ、なんか、なんかこう、ブツブツ言いながら、あの、やってる途中です。えー、で、とりあえず、えっと、起動はですね、ミックスの、うん、ELX リスプか。で、えー、起動をします。それで、 ロードの機能をつけましたんで、えー、とファイルから読むこと,ことができます。これあの、テスト用のファイルはテストメタ、識別子をメタとしてあります。えー、で、ロードはあーと文字列をつけるようにしましたんで、ファイル名は文字列で、えー、テストのメータか。 とやりますそうすると t で読み込まれました。で、そうするとですね、ファクト、あこれ、カッコじゃなくて、カイカッコなんですよね。えー、はい、えー、ファクトこ。ここですね、ねあのー、リ,リスプになれた人にとってはん何だろうって感じでしょうと思います逆にあのー、そうじゃない人にとっては、あ結構リスプってまともな。 表記したの、ね、みたいな感じを思うのかもしれません。これが、X えー、M 式というものです。それから、うん、これね、よくあるリスプの例題です。1.5の,、e. のマニアにあったものですけれども、例えばインターセクション、インターセクション、えっ、ー、と、積集合か。えー、これはですね、えっ、ー、と、例えば123と234にしましょうか。えっ、ー、とやると、 これあの、これリスト、1、2、3と2、3、4のリストの、えー、と積集合を求めると、よくあるリスプの例題ですね。でこれ見てもらうとですね、コンド式がこういうふうになってたんですよ、昔は。開括弧でくるくまってて、でこう矢印キーでね、なんとかだったらば、ック X だったらばニルとかね、えー、メンバー,あーなんとかコータルだったらコンスなんとかとか。 それ以外の時は t、えー、インターセクション、管を取ってくださいみたいなね。えー、まあ慣れるとこれもこれでね、あの、M 式っていうのも、えー、いいんじゃないかなと思うんです。まあ人によっていろいろ好き嫌いあるかと思うんですけど、あの以前私をお伝えしために中西先生の,あのリスプの本で最初勉強したもんですから、割となじみがあるんですよ、この M 式に対してはね。 えー、まあ、そんなことで、えー、やっております。えー、まああ,れですあの昔懐かしんでいただければって感じでこれがあの実用になるようなものではありません。あとまたあの言語処理系を入り草で作ってみようかなーって方につきましてはなんか参考になってくればなと思ってます。単純なんですよあの、えーと リスプっていうのがあのほとんどあの S 式の場合は、えー、とパースはもうめちゃくちゃ簡単にできてしまうんですけれども M 式なもんですから、まあ、それなりにちょっと手を加えてますと言っても大したことではないですあのなんだろうエリクサーにはパターンマッチングの機能があるものですから、えー、それをやるとあのパースもほとんどこの程度のもんですそれからあの これでててもらってますトークナイズするときにですねあの、丸括弧、それから鍵括弧だとかをあの所定ののに変換しておいて、それであのストリングのスプリットをかけてトークナイズをしています。まあ,あんまりこいつがいい方法でもないんですけど、まあ、今の、ね、コンピューター早いですしあの、楽して書く方がいいですよね。こんないちいち手でちまちま書いてると結構手間なもんですんで。えー、あとそんなかな。 できるだけあのリスク1.5のマニュアルにの例にが動くようにと思ってやってて、例えば不動小数点数は、あれですね、あの指数ば出すのにあの、当時は大文字の E を使ったんですけれども、ここですけれども、えー、今はあの小文字の E が主流じゃないかと思います。それから、あの細かいことですけれども、あのなんだあの小数部のところ、えー、と リスプ1.5の間にはね、6点だけでもあのいいことになってるんです。その小数点以下のところを省略されても。えっ、ー、と、エリクサの場合はあの、それだとうまくいかないような言語仕様になってるので、えー、必ず6.0いいなんとかとか、小数以下のところがちゃんと表記になってないとパースできないような。 えー、仕様になっています若干1.5とは異なっています。あのリ,リスプ1.5ですね。まあ,あの、そんなに大真面目に使う方もいないと思います。なんかこう、いにしえのリスプの雰囲気をお楽しみいただければいいんじゃないかなと思っております。詳しいことはですね、えー、と詳しくもないんですが、あのリードミーのところに、えー、起動方法とか終わらせ方を書いてあります。 それから、あのテストっていうファイルに、あ、あこれだ、そのね、M 式のサンプルを、ほんの少しですが、入れておきましたんで、えー、これを参考にしていただければと思っています。 微妙とかなのかな、あの、ファンナーグ問題だとか、あの、その辺のところになると、もうちょっとしっかりやらなきゃいけないかもしれないんですけども、まあ、この辺は、あの、ほんの、えです。あの、楽しみのためにやってるものなんで、まあ、いろいろと、あの、至らないところは多々あるかと思うんですけど、まあ、そういう趣旨のものだということで、えー、ご了解いただければと思っております。あの、はい、そんなことで、またお会いしましょう。